えーと今回こちらの展示をやらせていただいた経緯としてはまあ、えっ、ー、と天理師さんがやってるアーティスト・イン・レジデンス事業の公募、えー、の方に応募させていただいて100日間か天理師の方に滞在させていただいてでその間に見たもの聞いたものなどから、まあ、インスパイアを受けてこういった形で作品を制作して展示させていただいてます。 この展覧会のタイトルなんですけども「えー、I was you, you will be me」っていうタイトルにしてるんですけども日本語では「まあ、かつて私はあなただったやがてあなたは私になる」っていうもともとラテン語のエピタフ「墓、え、碑、ー」に刻む言葉で今こうやってお墓を見てるあなたもいずれ私のようにお墓に眠ることになるっていうちょっと怖い話。 でまあでも結局そういう循環をしていくっていうのがまあうーんと当たり前なことなので今、まあで今回メインにリサーチしたのが古墳っていうまあ古墳もちょっと結構忘れられがちなところありますけどお墓なので、まあ、そういう意味ではエピタフをタイトルに持ってくるのは合ってるのかなと思ってこのタイトルに。 を使ってます、えー、と展示空間全体を、まあ、ちょっと廃れた博物館みたいな形に見立てて、えー、と展示をしようと思ってやってるんですけども見慣れた iPhone だったり、まあ、テイクアウトの容器なんですけども昔のものとして見ることができるんじゃないかなっていうところでそうですね博物館の皮をかぶっております。 ギャラリーに入って最初の左手のところに見えるのが、えーまあ、iPhone21 台ですねに、えー、っとタイムラプス動画が流れてるんですけどもこれがえっと「再現記録教職儀礼」というシリーズなんですけどもこの作品については過去と現在をつなぐっていうことを目的として作った作品で主に「天理市内」の。 古墳の前で、えー、と自分一人だったり、まあ、あとは知り合いだったりと一緒にご飯を食べるっていうことを、えー、と記録している映像なんですけども、まあ、これ何をしてるかっていうと,、えー、とかつて古墳時代にその被創者の方を治める時とか治めた後とか近親者の人たちがその古墳の前でご飯をお供えして食べるっていう。 ことをやってたそうなんですねでそれって何かっていうとまあ死んだ人にお供えをしてそれを食べるっていうことで死者と一緒に同じものを食べてるという体の儀式で、まあ、それによってその亡くなった方とのつながりを確かめる行為だってつながりを作る行為だと思うんですけどもそういう儀礼があったそうなんですね。でそれをじゃあ現代的に再現してみようっていうことを思ってまあ現代的に な食べ物というところで、まあ、特にこのコロナ禍においてちょっと頻繁に食べるようになったと思うんですけども、えー、と持ち帰りのお弁当というのを古墳の近くの飲食店からテイクアウトしてきてでそれを古墳の前で食べるっていうことをしてますこちらに並んでるシリーズは、えー、と器、えー、とプラスチック時代末期っていう。 タイトルをけけてるんですけども、まあ、簡単に言うとその時に食べた容器をきれいに洗ってそのまま展示してるんですけども、まあ、さっき言った教職切れみたいなのも何、まあ、でやってるのが分かったかっていったら、まあ、それこそ,その古墳時代の土器が、まあ、古墳の近くから見つかってるでそこになんか食べ物の残骸みたいなのが残ってたっていうところから。 まあ教職儀礼が行われてたっていうのが分かってるんですけどもまあかつてその使われてた器土器とかがまあ今こうやって何だろうなまあ時間何百年とか何千年とかを経て今博物館とかにうやうやしく飾られてるんですけどもまあそれと同じようにまあ自分が再現した教職の儀礼その器 っていうのも、まあもしかしたら数百年後、数千年後には、まあ今こうやって飾られてるみたいに、なんか過去の遺物として飾られる日がまあ来るかもしれないよねっていうことを想像してもらいたいなと思って作ったシリーズです。まあおそらくこうプラスチックの時代がそろそろ終わるんじゃないかなっていうのが、まあやっぱり環境負荷などの。 方からまあそろそろよくないよねっていうことでプラスチック使われなくなると思うしあとはまあそれこそ土器、えー、石器時代とか鉄器時代みたいなそういうカテゴライズをした時にこの時代ってきっとプラスチック時代って呼ばれると思うんですけどもまあなのでそういうまあいずれプラスチック時代って呼ばれるであろう,こう未来からの視点で今を見た時。 とということを考えるときっと今はプラスチック時代の末期って呼べるんじゃないかなと思っていてで、まあ、もちろんこう環境的によくなかったよねっていう面は多々あるんですけれどもなんかプラスチックのおかげで結構自分たち助かってたっていう部分もあるんじゃないかなと思ってそういうプラスチックへのちょっと教習みたいなのも込めて。 一番奥の壁に展示している作品が「えー、と出土品天理市郊外」っていう作品なんですけども、えー、とあれ作ったきっかけとしましてはあのずっと,、えー、と天理市に来る前から奈良ジョークなのか分かんないですけど奈良ではその辺掘ったら何か出てくるでっていうのをずっと聞いてましていやさすがにそんなことないっしょって思ってたんですけどもまあ本当にこう。 天理市だけでも古墳が1 5六百6 0 0あったりまあ古墳以外にももちろんいろんな遺跡遺構があるのを目の当たりにするとまんざら嘘じゃないんじゃないかっていう気がしてきて。って考えてたらなんかその辺に落ちてるゴミとかもこれもしかしてっていう気持ちで見るようになってったんですね。でまあ、もちちろん、まあ、そのの辺に落ちてるゴミは結局現代的な何かの プラスチックとか鉄の破片だったりするんですけどもでもそれももしかしたらそのまんま土に埋もれて何百年何千年とか経って掘り起こされたら、まあ、今自分たちが博物館で見てる出土品と同じようにこう発掘されて出てきて、まあ、現代をなんか未来の人たちが思い起こす材料になるんじゃないかなっていうところで、まあ、あちらについても、まあ、未来の出土品 という形で、えーとまあ、落ちてるものを拾い集めてちょっとあの博物館の資料写真みたいなふうにこう並べてでそ,そうやって作った、えー、と写真作品を、えー、と天理市さんの文化センターの奥の方に眠ってた、えー、と昭和末期ぐらいのフレームをたまたま見つけたんですけども。 まあそれがいい感じに古めかしいデザインでかつマットがいい感じに汚れてたので、まあ、それもまたある種の出土品だなと思いましてでそのフレームを使わせていただいて、まあ、なので出土品で作った写真作品をまた出土品のフレームの中に入れるっていうことをやってます。 遠くの空間については、えーとそうですね、自分が回った場所のマップだったりとか、えー、とあとはその滞在中に書いたメモだったり集めたものだったりを置いてる、まあ、ちょっと資料的な空間になってるんですけども、まあ、あとはちょっと自分の滞在中に着てた服とかが。 置いてあったりして、あれが何してるかっていうと、まあ、石室に見立てるっていうことも考えてまして、まあ、石室って何かというと、まあ、古墳の中でその被創者の方を収める空間を石室って言うんですけども、まあ、ここをそういった石室のような空間にも見立てたいっていう裏テーマがありまして、まあ、それ何でかっていったら、まあ、石室 だったり、まあ、古墳自体もそうなんですけども、まあ、やっぱりその被葬者の方が生きてた時になしたことだったりなんかその人が身につけてたものだったりなんかそういう生前に行った行為の痕跡だったり成果みたいなのが結構古墳だったり石室とかに飾られてることが多くってでそれをじゃあ,、まあ今回ここを石室にするとしたら。 埋葬するものは、えー、と自分が3ヶ月ここにいたその時間を埋葬しようと思いましてなのでその自分がこの3ヶ月でなしたこととして作品が飾ってあってでその奥には自分の抜け殻としてその着ていた服とかを置いて、えー、と棺に見立てて置いてるっていう空間になります。 自分の中ではここ数年は時間だったりあとはうーん時間によって時間とか環境の変化によって物とかなんか記憶とか記録とかの価値とか役割って変わっていくっていうことが結構面白いなと思いつつも結構扱いにくいなって。 いうところがあって、それが面白いなとも思ってるんですけれども、まあその辺を今回は割とそうですね詰め込めたのかなと思い思ってますね。まあ今っていうものがあるのは過去の積み重ねだし、まあ現在もいずれ絶対過去になっていくっていうのは揺るがない事実なので、なんかその辺の想像力を少しでもそうですねえっ、ー、と。 促せればよいのかなと思ってます。